今回も始まりました今チャンネルでございます。今回担当するのは僕たち風来坊の高橋と、そして小西でございます。そして今回ナビゲートしていただくのはこちら。はい、今ゲームの芹澤ひろえと申します。どうぞよろしくお願いします。芹ちゃんでお願いしてますね。芹澤さんに今日はどんなお店を紹介していただくんですか。はい、こちらです。センプレピッツァというお店になります。センプレピッツァ、すごい。可愛らしい名前ですね。はい、ではではさて、こちらの方に早速入ってみましょう。行っちゃおう。今回お邪魔しますセンプレピッツァさんは、リーズナブルかつ本場の味を追求し、素材にもこだわったお店です。さてお味はいかがでしょうか。こんにちは。うわ、綺麗な、すごい店内も。うわ、私も発見しました。何発見しました。キッチンが丸見えでございます。あ、確かにこうオープンキッチンになってましてね、もう作業が全部見えるということで。ナイスな男性発見しましたよ。確かにナイス。あ、店長さんですか。あ、店長さんだろ。そうそうそう。あ、すいません、店長さんですよ。店長さん、今日はよろしくお願いします。お願いします。さあ、テーブルの上にですね、はい、商品が出揃いましたけども。いや、華やかですね。素晴らしい。ありがとうございます。さあ、早速なんですけども、店長さん、はい、この芹澤さんのこの料理はどういった料理なんですか。はい、こちらはですね、お好きなパスタに280円で日替わりのハーフピザがつくセットになっております。280円でこのピザがつくんですね。はい、うわ、お得なセットだ。お得やし、このクオリティの高いピザね、作られたのは僕です。そうですよね。ありがとうございます。素晴らしい。素晴らしい。もう嬉しい。男前に作っていただいたら。確かに、本当に店、はい、どこですか本当に。あ、さあ、それでは行きましょう。芹澤さん、はい、お味の方を確認してください。お願いします。お願いします。いきます。あ、上品な食べ方ですね。そうですね。レベルはプリップリしてて大きくて、はい、濃厚なクリームソースで美味しいですね。あ、すごい。何ですか、はい、その完璧なコメント。やりにくいですよ、これは。美味しいです、いわ、すごいですね。はい、こんな美味しいだったら、はい、しょっちゅうもうまた。そうですよ、ね、来ようと食べます。あ、なるほど。こちらの280円のね、こちらのピザの方もちょっと行っていただいたら。はい、いただきます。はい、うん、もちもちしてます。店長さんの愛がいっぱい持ってます。ありがとうございます。私はね、店長さんのほっぺのもちもちが食べたいな。ちょいちょい店長をどこどこするんですか。小西さん、やめてください。やめて、本当に。ちなみに全然話変わるんですけども、この後ろのおしゃれな、この看板っていうのは、これはなんかあのすごいおしゃれなんですけども。ありがとうございます。はい、こちらあれです、あのうちのアルバイトスタッフが一生懸命作って、はい、アルバイトの方が、はい、なんかクオリティ超高いですね。ありがとうございます。これなかなか描けないよ、この、はい、絵までしっかり描いて、さあ、それでは続きましては小西さん、はい、店長、これはどういったお料理なんですかね。はい、こちらはですね、あのピッツァの中でうちの当店で扱っている中で一番安い、あの380円で販売させていただいているマリナーラという商品です。380円、380円でご用意させていただいてます。おー、380円、すごいですね。ちなみにこのピザ生地っていうのは、はい、もうこちらの方で作られてるんですか。そうですね、あのもう生地から特定、あの自分たちのお店 の、はい、あの生地を使わせてもらってて、はい、であの練り方もここで、はい、全て、ね、練らさせていただいてるあのピザになってます。全て手作り、すごいな。380円の味じゃないね。ありがとうございます。880円出すよ。出た、500円アップ、まさかの。うまい、素晴らしい。あのね、このやっぱ俺ニンニク大好きなんですよ。ありがとうございます。ニンニクがの食感と、この生地の食感のこの混ざり具合が半端ないです。あら、いや、これは美味しい、本当に素晴らしい。このトマトの味ももうすごく効いてるし濃厚、うん、だって止まらないですからね、もうどん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 口の中に頬張って、あ、うまい、はい、美味しかったですね。いや、もう大満足ですね。さあ、続きましては、いよいよ私でございます。店長、こちらは、はい、こちらは釜で焼いたベーコンと夏のおすすめのビールになってます、はい、ビール、はい、こちらなんかあの銘柄とかもちょっと違うビール。そうですね、こちらあのハートランドというあの、はい、ビールを使ってまして。なるほど。あのグラスでおしゃれに。うわ、いいですね、ピルスナーで。うわ、夏って感じですね。ずるいぞ。ちょっといいですね。いや、自分だけビールで昼までね、生放送中にね、自分だけディナーで。じゃあ、いただきます。ちょっとあなた、いや、がっつきすぎでしょ。あー、うまい。
うまいよそら。いやうまいっす。この喉越しがいいですね。ありがとうございます。じゃあ早速ね、このベーコンの方こちらもいただきますんでね。はい。うわこれ絶対美味しいよ。あーやっぱビールと合いますね。いやそらそうでしょ。いや本当に一番ちょっと飲ませろよね、芹沢さん。また飲みたいよね。このね最高、熱いベーコン美味しそうです。いやちょっとずるくね、キュート。うわうわ、これ何、これ何、店長さんに怒った方がいいんじゃないこれ。店長どなんでビールくれないのよね。ベーコンが止まらない、ほんまに。この2つだけいいやつだな本当に。いやそんなことよりももう味も価格も大満足ですよ、ね、本当に。もう皆さんバーナーバーナー、はい、実はお得な情報があるんですよ、教えてください。はい、こちら当店のポイントカードです。ポイントを貯めるとお得な特典がついてますので、またぜひいらしてください。はい。さらに今回今チャンネルセンプレピッツァ編を見た方、うん、放送期間中14時から18時限定で特典をご用意いたしてます。ぜひご注文の際は今チャンネルを見ましたとスタッフへお伝えください。うん、ありがとうございます。今チャンネル見たよ、うん、早速言っちゃったね。こう言ってください皆さん。いやまあね、はい、そうですね。ちなみにですね、情報によりますと、なんとピッツァはテイクアウト OK だそうですよ。なるほど。さあそれではですね、最後に芹沢さん、はい、PR の方をお願いいたします。はい、行きましょう。はい。イタリアからの輸入素材やオリジナルのピザ粉を使った本格ナポリピッツァがお手頃価格で楽しめるのは嬉しいですよね。嬉しい、ありがとうございます。嬉しい。パスタやサイドメニューも充実しておりますので、はい、ぜひ本場の味を楽しんでください。ぜひ皆さんね、センプレピッツァにお越しくださいませ、はい、ということでございまして、今回の今チャンネルは終了でございます。次回もお楽しみに。じゃあねー。